こんにちは、ギタリストの小野口です。今日はエキゾチック、僕の使っているエキゾチックのギターを、紹介したいと思います。まず見た目ですね。あのヘッドのシェイプもかっこいいしね、色も効いてます。主要はですね、ハム、シングルハムでですね、ピックアップは、全部エキゾチックのピックアップを載せています。そうですね、ボディはアルダーで、見ての通りの、ローズ指板のメープルのネックです。若干太めの D シェイプっていうやつですかね。サラサラしてて、はい、あの早く弾く人にはすごく、僕みたいに遅く弾く人にはあんま意味ないのかもしれないですけど早く弾く人には多分おすすめなオイルフィニッシュだと思います。まずじゃあリア、リアはこんな感じです。センターのシングルだと、歯切れのいい、感じですね。フロントだとマイルドな、持ちやすいですし、何もやっぱ形ですね、形も好きですし、あとまあもちろん音色もそうなんですけど、一番バランスが取れてて、僕は何にでも対応できるギターだと思います。そうですね、サスティンがやっぱりエキゾチックのギター素晴らしいです。まあ、僕が初めてそのエキゾチックギターを、まあ、手にした時はアンプにつながない状態でですね、すごいバランスのいいギターだなっていうのが思いました。で、まあ、もちろんそのアンプにつないで音を出してみてもやっぱりものすごくバランスが良くて、バランスがいいっていうのはなんかフラットとかいう意味じゃなくて、こうちゃんと全部の音が整ってるというか、暴れてないというか、すごくウォームだし気に入ってます。今小森圭介さんと、岡田二郎さんと僕で、3人でトリオのバンド、プログレッシブロック、プログレッシブジャズロックのバンドをやってるんですけど、それはですね、来年の、夏前ぐらいにはアルバムを出そうかなという感じで、レコーディングの準備をしていましてですね、まあ、もし聴く機会があれば、聞いてみてください。今回あのグルービングゴリラという名前でですね、ライブをさせてもらうことになりました。バンドの見どころはやっぱり、ゴリラサウンドというか、あの、まあ、森岡さん見てもらったら分かると思うんですけど、ゴリラなんで、そうなんです、ゴリラなんで、あとドラムの若林くんというのもなかなかこう暴れん坊な感じ で、その2人 の、 そのリズム隊のに乗っかって、僕もなかなか乱暴な演奏、乱暴というか、まあ、雑じゃないですけど、まあ、そのサウンドの迫力のあるサウンド、まあ、魅力でしょうか。昨日もあのライブだったんですけど、なんかいい感じだったんで、今後もまたこの、グルービンゴリラを、何らか続けていきたいなと思っています。